亜細亜大学は、東京都武蔵野市堺5丁目8番に本部を置く、日本の私立大学である。1955年に設置された。大学の略称は、亜大、アジア。難問級制講和専門学校を前身とする大学である。戦後、日本経済専門学校、日本経済短期大学を経て、亜細亜大学となった。初大学長兼理事長には、終戦時の文部大臣だった。太田幸三が就任した。その後、理事長に就任した東急の創業者、後藤啓太の経営協力の下で、組織整備などがなされてきた。後藤啓太逝去後は、後継者の後藤昇が就任した。その後は、元伊藤忠商事会長、妹島隆三を経て、東急グループ代表、清水均に引き継がれ、現在は、越村俊明が理事長に就任している。見学の精神は、自助協力。見学精神の自助とは、一人一人が自らの内面を深く見つめ、自分自身のしっかりとしたアイデンティティを確立し、自らの力でそれぞれの道を切り開くこと。さらに、協力の花は、自助の根からとし、真の協力関係とは自立した人間同士の協力関係であると書かれている。江藤新吉が学長時代に、一芸一能入試など、独自の入試スタイルや、語学留学プログラム、スチューデントカンパニープログラムなど、日本の大学としては初めてとなる、入試制度や教育プログラム、テレビコマーシャルを実施したことがある。AUAP、AUGP、AUEP、AUCPなどの留学プログラムがある。大学では14カ国語の外国語授業を開講しており、アジア地域を中心に、中東や欧米など世界各地域の言語を学ぶことができる。外国語専門の学部を持つ大学を除けば屈指のものであった。亜細亜大学への進学を目指す留学生が準備段階として主に日本語と日本事情を1年間学習するコース。留学プログラム、亜細亜大学では以下のような留学プログラムが存在する。留学生亜細亜大学には300人を超える留学生が在籍しており、アジア諸国からの学生が大半を占めるが、その中でも中国をはじめとする中国語圏から来た学生が特に割合が高い。今日の日本国内の他大学においても中国人留学生の割合が高いが、亜細亜大学では中国の大連外国語学院から毎年40人以上の多くの学生を3年次からの編入生として受け入れていることも挙げられる。その他上記のプログラム以外に外務省の在外交換派遣制度などでも留学の身分が与えられることがある。出会いの広場とは入学して数日後に行われる新入生オリエンテーションである。鬼怒川で法学部、国際関係学部、都市創造学部が2泊3日。経済学部が1泊2日の合宿研修を行う。経営学部は学内で3日間実施する。この目的は新入生同士や上級生、教員と交流し、大学生活での不安を解消させることや、見学精神や歴史、同行する先輩学生である補助学生の経験談を通して学生生活の意義について学び、新たな学生生活が円滑にスタートできるようにすることを目的としている。各団体は学友会諸団体、学術文化連合会、体育会、届け出団体に分かれ、亜細亜大学で活動する団体はいずれかに属さなければならない。留学協定締結校直接的な系列校ではないが、学校法人後藤育英会が設置している東京都市大学があり、亜細亜大学の理事長や東急グループ関係者が関わったことで関係がある。ありがとうございます。